クリアスキャーです。今回は新たにお知らせすることがございますので、この場を借りて説明していきたいと思います。さて、あのですね、僕がね、YouTube を立ち上げて早くも約8ヶ月ぶり2、3、4、5、6、7、8、9、8ヶ月経って、もうすぐで9ヶ月になろうとしてます。もう半年はもう過ぎてますね。まあここまでね、実況とか、まあ、YouTube の方で活動してきて、まあ思ったのはね、まあまだまだ自分はね、今年立ち上げたばかりのチャンネルなんで、まあまだまだその再生回数とか登録者とか少ないけど、まあ実感が湧きますね。これが YouTube ってもんなんだっていう実感はあります。なのでいつかはね、まあ大物とまではいかなくても有名な実況者になれればなと思っておりますので、まあ皆様よろしくお願いいたします。さて、今回お知らせしたいのは、ですね、とあるゲームの実況のことについてです。一流のね、ゲーム実況者さんの動画を、まあ、見てると、ある共通したことが一つあるんですね。その共通したものというのは、そう、スマホゲーム。はい、スマホゲーム。そうです。スマホゲームのね、実況がね、もう必ずついていいほどね、アップロードされてるんですよね。まあ僕としてね、まあ一流のゲーム実況者さんは必ずスマホゲーの実況を撮ってるわけなんですよ。まあなのでね、まあ自分も、まあスマホゲーの実況しようかなって思ってたんですけども、ちょっとね、まあ一つ悩むことがあるんですよね。まあ、詳しいことはまた別の画面に切り替えて説明しましょうか。ではちょっと別の画面に切り替えて説明したいと思いますので、一旦カットします。はい、というわけで、こちらのとあるサイトに飛びました。こちらのサイトはですね、ゲーム実況をするときに、まあ、非常に役立つ、まあ、ことが書いてあるサイトなんですけども、ちょっとここのサイトをお借りして説明していきたいと思います。これにはですね、とあるページなんですけども、まあ、ここにね、スマホゲーを実況する方法が書いてあるわけなんですよね。まあ、こんな感じでね、録画だったら、ニコ動だったり、YouTube だったりとかって書いてて、まあ、ライブ配信だったら、まあ、ニコ生、ツイキャス、スイッチ、ライブ、まあ、いろいろ書いてるわけなんですけども、まあ、このですね、スマホゲーの実況はね、まあ、ちょっと特殊になってまして、スマホ単体で実況するか、PC を経由して やるかのどっちかなんですよね。まあ、もちろんスマホ単体でできることは限られてて、まあ、例えば、まあ、モンストとかそういうスマホゲーの配信に特化したアプリだったらまた別なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ飛ばしていきますけど、はい、こちら。今回自分が悩んでるのは、この画面をね、録画できるアプリというのがちょっと、まあ、癖のある、まあ、難題なんですけど、まあ、本来はね、まあ、多くの実況者さんとかは、まあ、大半はね、この画面を録画できるアプリを使って、まあ、やられてると思われるんですけども、まあ、録画アプリをね、とかで見てみると、アズスクリーンレコーダーとか、まあ、Google プレイゲームとか、ここに書いてるんですけども、ここでね、一つ、はっきりと言っておきましょうか。自分のね、携帯はね、まあ、スマホなんですけど、どうやら、アズスクリーンレコーダーとかは、まあ、対応してないらしいんですよ。残念なことに。まあ、なのでね、まあ、このアプリは使えないんですよね。まあ、なので、まあ、このアプリが入れられないので、スマホゲーを録画できるアプリは、まあ、できない。イコール、スマホゲーの実況はできない。で、ちょっともう一回、まあ、ここに、ホームに戻りますけど、ですね、スマホゲーのね、実況に特化したアプリがあるんですよね。なんか、変なのになった。ミラティブというね、アプリもあるんですよ。はい、ごめんなさい。ちょっと、アクシデントがあったので、再開しました。ごめんなさい。ですね、このミラティブなんですけども、このミラティブというのが、スマホゲーの、まあ、録画に適したアプリなんですね。
ゲーム実況できるミラティブ、生放送でマルチやガチャ&画面録画って書いてるんですけども、このミラティブというのがね、ちょっとまあ僕にとってはネックなんですよね。え、ああよかった。なんかちょっとアクシデントの、またアクシデント起こるとこだった。これはですね、こんな感じでみんなのスマホ画面をライブで配信中とかって書いてるんですけども、ですね、ちょっとはい、ここを見てほしいんですよ。 Android OS 5.0 以降にアップデートしてあなたも配信しようって書いてるんですけども、はい、ここに配信録画機能には Android OS 5.0 以上が必要ですって書いてます。ちなみに自分の配信は、配信ってか自分の携帯のバージョンは、バージョン 4.4.2 なので、このアプリ自体の、ダウンロードはできるけど、配信はできない。つまり、このアプリを経由しても、やっぱり、録画はできません。残念。はい、というわけでね、まあ結論、どうあがいても無理だということが分かりましたのでね、まあ、まあ僕のね、携帯のバージョンもね、だいぶ古いんでね、確か、5年前くらいに買った携帯なんで、確かその時の時代って、まだスマホゲーとかあんま主流じゃなかった時代だったんで、まあこういうね、スマホゲーの、ゲームの撮影とかも予期してなかったんでしょう。この携帯が、自分の携帯が作られた当初は。まあなので、それは仕方ないですね。なので、まあ僕の場合だと、僕の場合のね、スマホゲーの実況は、このようにしました。それは、ダイレクトキャプチャー、つまり曲撮りでやらせていただきます。まあこれするしか、スマホゲーのね実況僕はできないんでね、まあ今の僕の携帯じゃどうしようもないんでね、まあなので、まあ誠に残念なことではありますけども、まあスマホゲーの僕のゲームのスマホゲーの実況につきましては、まあ曲撮りでやらせていただきます。その際、手ぶれとかそういうのがあって、画質とかがいつも以上に、まあ、荒れてることだと思いますので、その辺につきましてはどうかご了承くださいませ。はい。というわけで、今回のお知らせで、スマホゲーの実況についてを説明いたしました。まあ、スマホまた、新しく自分が買い替えたら、ミラティブとかを使って、まあ、ガンガン、まあ、撮影できると思いますので、まあ、その辺につきましてはね、まあ、今はまだそれができないので、まあ、何卒ご了承くださいませ。はい。というわけで、まあ、今回のお知らせはここで以上といたします。また何かお知らせ等がございましたら、おいおいこのような形で説明させていただきますので、皆様、どうかよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、スクエアスクエアでした。チャンネル登録、待ってます。バイバイ。スマホゲー、アプリでもな、いつか実況できればいいんだけどな。でも今の時点じゃ直通りだからな。まあ、その辺につきました。皆さん、どうか、我慢してください。それでは、また。